など多くの事業を行っていただいております。本日はそのスティーブ人が揃って、工場に伺いました。どうぞよろしくお願いいたします。今年の干支である木の枝は新しいことを始めて成功する、今まで準備していたことが形になるのだと言われており、大変縁起のいい年でございます。2024年が皆様にとりまして平穏で輝かしい年になりますよう、そして商売を営んでいる方に、方は商売繁盛をご祈念申し上げます。それでは七福神による工場を始めさせていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。やあやあ、我こそは商売繁盛の神恵比寿様でござる。さてこちらにお越しの皆様の今年の運勢は、おお、すれたすれた、大がすれた、これはめでたい、これはめでたい、これで皆様の幸運は間違いなし。どうか皆様今年もますますお元気で、そして大いに頑張りなされ、励みなされ、頑張りなされ、皆様のご多幸を祈ります。大黒様です。やあやあ、我こそは黒髪大黒様である。五穀豊穣、祝いの小づち、米の俵を山として、皆々様に福を信じよう、福を信じよう。よ、ね、やあやあ、我こそは方々右手に鎧兜の神毘沙門尊天様じゃ。皆様の心には勇気100倍実行力を、暮らしには金アップをと、物心両面の福を授けましょう。私は川の神、水の神、この世の汚れ苦しみを洗い流す清き女神の弁財天でございまする。私から皆様ご一家に無人の知恵、財宝、延命長寿、そして芸の上達を授けましょう。また女性の皆様方には永遠の美を授けましょう、授けましょう。我こそは延命長寿の神不老尊様。皆様ご一家の寿命千年授けましょう。家庭円満、家運流
以上、七福神の神様による口上でございました。今後ともよろしくお願いいたします。本日はありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。七福神の皆さんと記念撮影撮る方は、ちょっと肩に手を添えていただきます。